絵画と照明について質問です。昨年東京都美術館で開催されたゴッホ展の照明が1階と2階でだいぶ違うと感じました。お1階は色温度が少し低い落ち着いた印象のある照明、うん、2階は明るく作品の細部まで見やすかったと記憶しています。2階に展示されたゴッホの絵には強いスポットライトが当たっており、特にサンレミ要因の庭は絵の具の凸部分に光が反射して絵が輝いて見えました。作品の持つ力によるもの以外に LED ライトの直進性のためにこのように見えたのだと考えています。美術館は作品の保全のためにも LED を使うのが望ましいと思うのですが、蒸気のように増す魅力と逆に損なわれる魅力があるように感じます。これによって今後再評価されたり好まれなくなっていく作品が出てくるのではないかと考えております。五郎さんはどう思われますでしょうか。どうすごいな。あれですよ、照明は今ものすごく進化してるんですよね。まあ、LED のおかげというのも一つあるんですけれども、まずだからその紫外線をカットした照明っていうのが画期的にできるようになってるのと、あとまたそれ以外、今あのゴッホ展のお話ありましたけど、今展覧会に結構照明デザイナーさんが入るようになってるんですよ。これ結構ここ数年、まあ、せいぜい十数年の話だと思うんですけどね。で照明自体もこうデザインして、まあ、ここはこういうテーマだから、あんまりでも作品自体に当たってる照明が変わるっていうパターンは珍しいんだけど、その室内の照明自体のトーンをちょっと変えてみるとか、そういうことも行われてるんですよね。それはまあ大変素晴らしいことだと思うし、と思いますけどね。ただまあ俺たち昔の人だからたまには自然光で見たいなっていう贅沢な感じもしちゃいますけどね。もちろん直射じゃないですけども、ノースライトとか天窓とかからの自然光で見ても、本当に確かにおっしゃるようにも光によって色の見え方とかすごく変わりますんでね。それもまたでも一個一個の展覧会の個性っていうことで、いいんじゃないかなって。あんまりその色の作品自体の色調まで変えちゃうっていうのは問題あると思うけど、そういうことは多分しないと思うんで、まあ、見え方が変わるぐらいの感じでの変化っていうのはあってもいいかなって思うんですよね。で、ちなみにゴッホの絵の具のツヤがいいっていうのは、これは割と有名な話で、でゴッホの弟のテオ自身も結構それを売りにしようとして出た記録があるんですよね。うちの兄貴の作品はツヤがいいみたいな。でこの話前もしたかもしれないんですけども、修復家の岩井さんと話してた時にも出たんですけど、あんだけ厚塗りなのにゴッホの絵が割れてないのはなんでだっていう話をしてて、まあ、これはまあその雑談の中で出た推測に過ぎないんですけどね、ゴッホってテオがいい絵の具を送ってくれてんじゃん、でそのいい絵の具をほぼチューブから出したまんまものすごいスピードで描いてるんですよ。もう1日で仕上げちゃうぐらいのスピードで、だから下の層と上の層で乾く時間にあんまり差が出ないんだよね。ちょっとずつ塗り重ねていくとやっぱりその乾く時間に差が出てきちゃうから、それがひび割れの原因になったりもするんだけど、ゴッホはしかも絵の具混ぜたりとかさ薄めたりとか余計なことしないでさ、もうほぼチューブから出たまんまの状態で描いてるから、まあ絵の具屋が考えたベストな状態のあれで描かれてるから、ツヤが良くて割れないんじゃないかっていう。なんかほら車でもさノーマルが一番早いみたいなのあるじゃん、だからチューブから出したままの絵の具がまあ一番まあ理想的な状態になるように絵の具屋は調節してるわけだよね。それがかえっていいんじゃないかみたいな。セザンヌとかもバキバキに割れてるもんな、そうですね、やつが見ると。なんですかね、ゴッホは
もう書きたくてたまんないから、もうそのままバーンっていっちゃうっていうこと、ね、バーンっていっちゃうんですよ。ものすごい速さで乾きもしないのに送ってくるから絵の具がくっついちゃってないのとかってテオが抗議してて、もうちょっと乾かしてから送れっていう書いたりしてるよね。はい、そういえばちょうどあれですね、自然光で見たいって方もねコメントしてましたよね。はい、そう、逆にね最近それが少なくなったんだよ。あ、照明が良くなりすぎちゃったもんだから。うん、なんか自然光が入る美術館もあるよ。あるけどやっぱり自然光は自然光でまた天候とかそういうのにすごい左右されたりするからさ、ある程度やっぱり照明の助けって必要なんだよね。東京だとそのまあまあありますけど、そんなにはないですよね、自然光ガンガン入る。まあ、今そういうふうにしてないんだよね。結構古い美術館だったら、立った時はそういう自然光が入るように、特に上から入るようにしてあるとは思うんだけど、今ちょっとチャットで昔の人はろうそくで見てたのかなみたいなコメントもありましたけど、それ夜はそうだろうね、ろうそくとか照明で見てただろうね。それもなんか味がありそうですね。味がありますよ、そういう状態で見るっていうね。だから宗教画なんかは本当はやっぱり教会にあったやつは教会で見るのが、仏像をお寺で見るのが一番っていうのと同じで、それはそれであるんですよね。だけど仏像も博物館に来るとそれはそれでさ、いい照明で、お寺では見られない裏側まで見れたりするっていうのがあって、だからこれが正解っていうのは多分ないと思うんですよ。だからそれぞれの人が自分が一番いいと思うな。同じ作品でもいろんな場所で見るとまた見え方が違って、見て見えて何度も楽しめるっていうことだと思いますよね。いいですね。じゃあ続いての質問いってみましょうか。はい、5000人5000人も前にして今話してるんですけど、責任が持てないですね。責任が、はい、ちょっと1問目でもすでにいっぱい皆さんスパチャーいただいてましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、ポンポン行って